坂46のの。乃木坂46の筒井あゆめです。文化放送からお送りしている乃木坂46のの第508回が始まりました。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ということで、なんと文化放送では1月1日の元日に放送されています。おめでたいということで、皆さんお正月はどう過ごしてるんですか？お正月休みはお家で過ごす派ですかね、外に出る派ですか？私は、まあ、なんとなく毎年お正月の過ごし方ルートが決まってて、一昨年は一人で年を越しました。だいたい1月1日の朝ぐらいに地元の名古屋に帰って、おばあちゃん家にまず行って、お父さんの方のおばあちゃん家とお母さんの方のおばあちゃん家に朝と夜どっちとも行って、でそれで神社行ってみんなでお参りをして、で夜ご飯にすき焼きとかお寿司とかをおばあちゃん家で食べて、でその後の日からは家族での過ごすなんかすごい何も伝わってない気がする、すいませんね、この年越し一発目から変な、まあそんな感じなんですけど、2022年の家族で過ごしたのは、家族みんなで京都に行って清水寺とか、まあ神社巡って美味しいもの食べて帰ってきたんですけど、今年も家族でなんか温泉旅行に行くっぽくて、なので今頃多分行って楽しんでると思うんですけど、まあ収録している時はまだ2022年なのでどうなってるかわからないんですけど、いつかまたその話もできればなと思います。皆さん2023年もよろしくお願いします。今日登場するメンバーは5期生の菅原さつきちゃんです。いろいろお話をしつつ、お正月らしいことをやりたいなと思います。ラジオの前の皆さんも乃木ののを一緒に盛り上げてください。ツイッターで番組公式ハッシュタグをつけてつぶやいてくれると嬉しいです。番組の公式ハッシュタグは乃木のの、漢字で乃木、ひらがなでののでお願いします。タグをつけてつぶやけば今この時間を共有している人を見つけられます。番組の公式アカウントもあるのでぜひフォローしてください。文化放送キーステーションにお送りする乃木坂46のの、最後までお楽しみください。乃木坂46のの、文化放送キーステーションに筒井あゆめの MC でお送りしている乃木坂46のの、今日一緒にお届けするのは乃木、乃木坂46の5期生菅原さつきです。お願いします。お願いします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。さつきちゃんはお正月こういう過ごし方っていうのはあるの？はい、私いつもお雑煮食べて寝てることしかしてないです。外に出ない派？出ないです。寒いじゃないですか確かに寒いね。寒くていつも、うん、出れないですし。あ、そうなんだ。ぬくぬくしてます。そっかそっか。お家で乃木坂に加入してお正月迎えるのは初めて？はい、初めてです。はい。どんな感じになってるんでしょうかね。どうなんでしょうね。想像が全然つかないです。うん、だよね。うん、地元には帰るよね。一応帰ろうかなとは思ってます。いやでもまあ千葉なんでいつでも帰れるかなとは思ってるんですけど。そっかそっか。紅白とかも初めてで。そうなんですが、全部初めてなので、うんうん、なんか何が起こるか分からなすぎてそうだよね。え、どんな感じでしたか、あゆめさんが初めての時？初めての時は、私は初めてが中学生だったから、まず紅白歌合戦も出れなくて。あ、そう、オープニングの出演者の皆さんがステージにバンっているところに、はい、中学生の私がなぜかいてそう、出れない代わりにオープニング出してくれて、あ、なるほど。で、いて、で、その時はパプリカをみんなで踊った。懐かしい。そう、懐かしい。それで、それ終わったら、はい、キャリーケースに物詰めて紅白の会場に行ってたから、そのまま地元帰って、年越しの10分前ぐらいに、はい、おばあちゃんちつけて、すごい。そう、みんなで越せたんだけど、そんな感じかな。すごい、行動力すごくないですか紅白のオープニング出てすぐすぐ乗ってすぐ帰ったねすごい、そう、行動力の塊すぎる。そう、でも
いつも紅白の楽屋とか駄菓子屋さんみたいになってて、そう駄菓子を用意してくれて、マネージャーさんが用意してくださって、はいはい、楽しいからね、すごい楽しみにしててほしいなと思います。楽しみです、ワクワク。はい、正月でということなのか、目の前に書道セットが用意されてます。はい、ありますね。はい、これは今年の抱負を書きましょうってことです。はい、2023年の。そうですね、抱負を。書道はどうですか、自信のほどは。ちょっとノーコメントでお願いしたいなというところなんですけど。わかりました。じゃあそれ以上は聞きません。じゃあ早速書きましょう。はい、ちょっとお手本を。あ、じゃあ私、ね、お願いしてもいいですか。 OK。 芸術作品見てるみたい。書けました。じゃあバトン。はい、どうしよう。なかなかやる機会ないですもんね。どうしよう。はい、書き終えました。はい、じゃあやった、見せてください。はい、じゃーん、じゃん、おお、一文字。一文字です。私は力ですか。力です。なんで力にしたの。とりあえず体力をつけたいなっていうのも込みで力なんですけど、うんうん、あといろんなトーク力とか、うん、そういう意味も込めて。なるほど。全部含めての力です。おー、そこにこもってるわけですね。はい、ちょっといろんな力をつけたいなという意味で。いいね、ダイナミックでいいと思います。私は、はい、積極的にっていう風にしたんですけど、はい、私積極的じゃないなと思って、ここ最近まあ控えめっていうか、なんか内側にはあるんだけど、それを前に出すことが苦手なタイプなの。わかります、私も苦手なタイプです。そうだから、まあ些細なことを先輩に話しかけるとか、うんうん、初めての後輩できたし、同期生の子もと喋りたいし、はいはい、喋りかけに行く積極さとか、うんうん、あと思ったことをちゃんと言おうっていう積極的なこともちょっと今年は頑張りたいなと思って、この文字にしました。文字がめちゃめちゃにかっこいいんですよね。え、本当に。なんかもう、いやー、あやめさんの後に書いたんですけども、うんうん、それがなんかめっちゃ本当に記憶から消したいぐらい本当にいやいや、いいよ。私も習っとけばよかったなというか。ダイナミックで素敵よ。いや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 、ありがとうございます文字に書くってことでなんかね、また気持ちも入りましたね。すごいいいですね。ね、の字たちはあのツイッターにアップされるみたいなので、はい、ちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、はい、待っててください近況についても行きたいなと思うんですけど、はい、予期せぬ田村真由と早川聖羅とご飯に行ったみたいで、はい、そうなんです。 そのことをちょっと触れたいなと思ってなんでまずどういう流れで行くことになったの。なんかもともとその真由さんと聖羅さんが行きたいっていうのを言ってくださってたみたいで、うんうん、お二人で話してたんだよっていうのをこの間言ってくださってて、連絡先ももともと交換してたので、うん、セイラさんからご飯いついつ行けるみたいな連絡が来て、うん、私もその日大丈夫だったので、あ、行けます行けますって言って、お店とかも全部決めてくださって、うん、3人でご飯を食べてきました。何食べた？イタリアンです。イタリアン？はい。いいね。めっちゃ美味しくて、うん、でしかもすごいお二人ともたくさん話してくださるので、うん、盛り上がってずっと、何話すの？今何してる時が楽しいなとか、ご帰省で今仲いい子誰とか、あとそれこそセイラさんがご帰省の池田テレサちゃんのことをすっごい気になってるみたいで、うん、そうなんだ。そうなんです。なんか、テレパンってどんな子なのとか、確かに。それ気になるな、ってて私も。私がテレサちゃんの不思議な生態をたくさんお話ししました。わ、いいね。でも先輩二人で一人ってなかなかなんかね、ないし、緊張しそうだよね。なかなか、1対1とかだったら、それこそ。うん、あると思うんですけど、ね、それこそあやめさんもあれですよね、伊沖真央とそうかき氷
行ったの、かき氷に。そう、びっくりしました、私。びっくりだよね、確かに。あんま二人のイメージもないだろうし。ないですね、確かに。そうそうそう。え、どういう経緯で？それは、その行った日の前日に、ちょうどスター誕生の収録があったじゃん、はい、はいはい。そう、それで私行った時に、待ってる間に隣にいて、ゆきちゃんが。はい、で、なんか話してた時に、その、かき氷が好きってことで、はい、私かき氷大好きなのよ。ああ、確かにイメージありますね。だから、え、行きたいね、みたいな普通に話してて、はい、で、それでそこで終わったんだけど、はい、なんか、家帰ったら、連絡が来てて、そう。社交辞令で終わるのはあれなんで、明日よかったらって言われて。すごい。そう。嬉しいと思って。積極的。ね。私も先輩と、行きたいですねって言うけど、それで終わっちゃったりするじゃない？確かに。だからそう言ってなんかちゃんと言ってくれるのがすごい嬉しくて、行ってきた。すごい。ね、私ともいつかかき氷を。行こう行こう。私もかき氷行きたいんで。行こう行こう。そう、まだ一回も食べ行ったことなくて。嘘。行こう。行こう行こう。ちょっとじゃあこの後ご連絡します。嬉しい。私やった、先週のアルノちゃんともかき氷行こうねってなって。すごい。そう。やるし、5期生のことかき氷コンプリートしちゃいそう。したいわ、コンプリート。でもかき氷。ブームですよね、うん、今ね、乃木坂全体的に。そうそうそう、ね、みんな好きだよね。すごい、なんか先輩方、うん、かき氷めっちゃ行ってるなっていうイメージが結構あります。そう、じゃあ行こう。行きたいです。嬉しい、嬉しい、やった。あとは、はい、バースデーライブのことにもちょっと触れたいなと思うんですけど、はい、今年の2月に開催されます11イレブンスのイレブンスイヤーバースデーライブですね、はい、5期生の単独でのライブもあって、はい、あります。緊張するよね。緊張しましたね。聞いた時は一瞬何を言われてるか分からなくて、うん、頭の中で5期生私たちだよねみたいな、うんうん、すごい不思議な感情でしたね。そうだよね。嬉しかったです。そうだよね。でまだ今のこの時点では私たちまだ何も知らなくて、これから徐々に ね、リハとかもやると思うんだけど、はい、私も初めて4期生ライブをやったのが、はい、加入して半年の時だったらしくて、それも先ほどね、言われて、あ、そんな入ってそんなすぐやってたんだと思って、その時のねことめちゃめちゃ覚えてて、はい、もう壮絶壮絶って感じだったんだけど、そう、覚える曲もさやっぱり多いじゃない。確かに入ったばっかりだと、ま、そう、振り入れとかも5期生の子も数曲は知ってると思うけどさ。そうですね、それ以外もね、ま、全然、うん、曲もやるだろうから大変だと思うけど、はい、でもめっちゃ楽しみ。私本当ですか？5期生の子もでもちょっと自分でも楽しみだなとは思います、うん、楽しみだよね。なんか未知の世界って感じです。うんうんうん。どんなさ曲やりたいとかある？でも私割とかっこいい系の曲が好きなので。あ、そうなんだ。もちろん可愛い曲も乃木坂らしい曲も全部好きなんですけど、うん、インフルエンサーとかかっこいい曲が好きなので、うん、見てみたい。ちょっと機会があったらやりたいなと。いいね、と思いますね。いいな、ちょっと楽しみ。頑張ろうね。頑張ります。はい、ということでいろいろお話ししたところで、はい、曲をお届けしたいと思います。こちらは菅原さつきちゃんの選曲です。はい、31枚目シングルここにはないものに収録されている私たち5期生の楽曲です。ミュージックビデオにある歯車を差し込むシーンみたいなのがあるんですけど、うん、そこがすごくこうエモーショナルな気持ちになるので、うん、そこはぜひ皆さんに注目していただきたいですし、アイドルらしい曲なんですけど疾走感のある曲で、すごく冬にぴったりの曲なので、うん、ぜひ皆さん聴いていただければと思います。それでは聴いてください。乃木坂46で17分間。乃木坂46のの乃木坂46の筒井あゆめと菅原さつきがお送りしている乃木坂46のの、ここからは番組にいただいたお便りを紹介します、はい、ラジオネーム3歳のサイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。乃木坂の皆さん、のきー、僕は毎日必ず日記をつけています。ほうほう。新しい出来事が起きてもメモをしないと意外と忘れてしまうので、必ず1日の終わりに記録をしています。
もちろんどうしても書くことがないような日もあるので、そんな時は最悪、見たテレビや聞いたラジオでもいいので、とにかく日記はつけています。すごい。皆さんは今日の日記をつけるならなんて書きますか？今日の日記か。日記つける？グループメールでなんか日記送ったりとか。あるね、あるね。やったやった。それを今やってる最中なので。それさ、どんなこと書くの？あ、でも、短い子は短いです。うんうんうん。私結構短いタイプなんですけど、うん、今日は何の撮影がありましたとか、今日は何の収録がありました、うん、こういうことしました、うん、明日もよろしくお願いします。あ、で終わりますね。あれだよね、写真一枚つけて送るやつだよね。 それがなかなか難しくて。確かに半目の写真とか送れないじゃないですか。さすがにみんな見るもんね、スタッフさんもね。そうなんですよ。だからそこが一番、文章を考えるよりも写真の方が、うん、確かに。私なんか毎日撮らないし、あんまりちゃんと。わかります、めちゃめちゃ、ね、お仕事ある日はまあ撮るかもしれないけど、うんうん、オフの日に写真撮ろうなんてなんならないですよね。送る写真もないし、私たちも4期生も最初あったんだけど、はい、なんかね、自然消滅してたんだよ、ね、なんか4期さん、すごいそれ聞きます。本当？結構私たち長いことやってて、はい、でもなんか結構長いことやってたんだけど、はい、もういいですみたいなのも来ないから、やめ時が分かんなくて。あー、なるほど。でなんか人数が減ってって0人になってたんだけど、でも0人になっても送ってみたいなのも言われないから、まあ、よかったのかなと思うんだけど。私たちも今11人ご帰省いるんですけど、うん、本当に1人しか送らない時が本当になります。そうなんだ。そうなんですね。うん、あるあるなんですね多分。そうそうそう。今日の日記をつけるならなんて書きますか？今日なんて書きますか？今日は、まあ、乃木ののの収録の日だったから、今日収録してるゲストの子が全員5期生の子なのよ。はいはいはい。そうだから、まあ、5期生の子といっぱい喋れて楽しかったです。みんなとかき氷行きたいですって書くかな。では続いて、ラジオネーム八木座さん、ありがとうございます。ありがとうございます。乃木坂の皆さん、乃木。年末になり、僕の実家では両親が年賀状を書いていました。僕も小さい頃は友達に書いて送っていましたが、最近では全くやらなくなったなと思いました。乃木坂の皆さんは学校の友達などに年賀状を書いていましたか？年賀状書いてた？私書いてた記憶あんまりないです。あ、そうなんだ。もらって、うん、多分送ってはいたんだろうなとは思ってるんですけど、うん、あんまり記憶がなくて。年賀状用の写真とかも撮らなかった？あんまり。あ、そうなんじゃ。撮ってなかった気がします。あれ、お父さんお母さんがなんかやってくれてたのかな。多分そうですね。私はね、地元にいる小学生ぐらいまでは、はい、仲いいお友達には一言付け加えて送ってたりしてたけど、はい、でもだんだんね、なんかなくなるよね。そうですね、高校生になるとあんまり、うん、ね、もう連絡でないですよね、うん、おめでとうみたいな感じで、ね、来ました、おめでとう、よろしくね、今年も、そうそうそうみたいな感じで終わっちゃいますよね。じゃああれもさ、知らない、おみくじのシール。おみくじのシールって何ですか？え、嘘、年賀状にさ、おみくじのシール貼ってあるの知らない？待って、何歳何歳？でも私1個下ですよ。だよね、よかった。そこのギャップあるのかな。でも私があんまりそういう行事ごと、うん、に詳しくない。年賀状送られてくるのは見てた？友達からとか。あ、見てました。そこにシール貼ってなかった？そんな、そこに注目したことない。シール、シールがあって、はい、コインとかで削ったら大吉とか小吉とか出てくるシールがあって、私の友達は大半そのシールが貼られてて、それがね、結構楽しみだったんだけど。わかんないかも。待って、すごいじゃん。私、どうなんだろう、さつきちゃんがあれなんだか、さつきちゃんの世代がもうないのかわかんないけど、多分私がわかんないだけだかな。だったらちょっといいんだけど、さつきちゃんの世代がなかったら、私もゼネギャのこの何、上の世代になったんだって思って、ちょっとなんか、まあ、1個しか変わらないのにこんなにあれなんですね。ね、あれですよ、地域の差とかでもないですもんね多分。どうなんだろう、千葉でしょ？千葉です。名古屋でしょ？じゃないかな。ないですよね、うん、
どうなんだろう、ちょっと後で調べてみます。ね、え、まださ、はい、ジェネレーションギャップとかでさ、はい、感じられる側、感じられる側だよね。感じられる側、うん、感じ、あ、そうですね。そうだよね。そうですね。でも、なんか最近、うん、電車とか乗ってて、うん、小学生がスマホ持って、うん、ランドセル背負ってるっていう姿見ると、うんうん、ああ、こういう時代になったのかとは思います。わかるわかる。すごいよね、今の子。すごいですよね。なんかさ、子供用の携帯とかでちゃんと大人の使うスマートフォンを持ってるから。そうなんですよ。いやー、ちょっと目を疑いました、ね、一番最初は。いや、そういうのも感じる年になってきたよね。そうですね。ね、もう高校生になってくると、ね、そうなりますよね。そうだよね。よかった、自分だけじゃなくて。はい、皆さん楽しいお便りありがとうございました。ありがとうございます。ではここで1曲をお届けしたいと思います。私筒井あゆめの選曲です。この曲はさつきちゃんセンターの5期生曲で、ライブで披露するときにさつきちゃんがよくウィンクをしてくれるんですけど、はい、それがとってもキュートで個人的にもとっても好きな曲です。それでは聴いてください。乃木坂46でバンドエイド剥がすような別れ方。乃木坂46のも、文化放送キーステーションにお送りしている乃木坂46のも、乃木坂46で時々めきめきを聞きながらお別れの時間です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いっぱいなんか盛りだくさんなやつでした。でした ね、お正月で書き初めもして、確かにお正月の会話でこんなに盛り上がることってあんまりなくないですか。どういうこと、どういうこと。え、私あんまりお正月、うん、なんですか、その季節ごと、クリスマスとか、うん、お正月とかで、うん、あんまりその盛り上がるタイプの、うん、すごいなんかわーお正月だーっていう気持ちにあんまりならないタイプなので、うん、え、今日なったの。なりました。書き初めしたりとか、うん、あやめさんといっぱいお話できたので、よかった。それはじゃあ今年素敵な時間でしたね。いいスタートが切れました。やった。ではここでお知らせです。乃木坂46のニューシングル、ここにはないものが現在発売中です。高原さつきちゃんからもお願いします。はい、乃木坂46のイレブンスイヤーバースデーライブが2月22日から4日間にわたって横浜アリーナで開催されます。詳しくは公式サイトでチェックしてください。よろしくお願いします。番組では引き続きあなたからのお便りお待ちしています。おはがきの場合は郵便番号 105-8000 に文化放送乃木坂46ののそれぞれの係までお願いします。メールの場合は乃木アットマーク joqr.net nogi@joqr.net です。そして番組のツイッターもぜひフォローしてください。この後は日向坂46の日、さらに秋元真夏さんの卒業アルバムに一人はいそうな人を探すラジオサンデーと続きます。引き続き文化放送でお楽しみください。来週もまたこの時間にお会いしましょう。お相手は乃木坂46の筒井あゆめと菅原さつきでした。バイバーイ。